おはようございます。高野久保です。えー、先日私はですね、スタン・ゲッツの昇天というアルバムをご紹介した動画をアップしたんですが、えー、いくつかコメントをいただいておりますので、ご紹介させていただきます。えー、まずは鉄男オナンバーさんから行きましょう。読んでみます。ゲッツはビッグバンドの仕事を長くしていただけあっ で譜面とアドリブどっちもいけますすの演奏ですインタビュー記事によると全体の3分の2の曲は録音された伴奏に合わせて吹いたそうですエディー・ソーターのアレンジはやけに古臭くて B 級映画のバックで流れていそうな感ありですせめてピアノが入っていればよかったのにというコメントでございました哲生さんんどうううもあありがとうございますそうなんですそなでよあのエディー・ソーターという方はですねベニー・グッドマン楽団にスタン・ゲッツが所属していた頃からの仲なんですよね。で あのベニー・グッドマン楽団に曲を提供したりとか編曲をしていたので、まあ、その時の記憶がよみがえったんでしょうねヨーロッパからアメリカに戻ってきてで戻ってきたら。 時代が変わっていた。なんと、モードの時代になっていた。フリージャズの時代に突入していたと。ゲッツのサウンドは、なんか古いという風な感じで見なされていて、まあ、オーネット・コールマンだったりとかね、あの、カインド・ブ・ブルーを発表したマイルスの方に焦点が集まっていたと。だから、満を持してアメリカに戻ってきたゲッツは、意外とシカとされた存在になっていたわけですよ。えー、俺って古い存在になっちゃったのかいみたいなね。雪の舞い降る、猛嵐のニューヨークに船着き場に着いたときに、ゲッツは、 もっと、あの、迎えてくれる人が多いのかなと思っていたらですね、あの、記者が一人しかいなかったという、ね、がっくりと。それで、あの、よし、アメリカで俺も仕事するぞってことで、ジャズクラブにいろいろ当たってみたら、いや、間に合ってます、間に合ってます、いやー、ちょっと埋まってね、なんて断られててですね、なかなか演奏させてくれるライブハウスが見つかなかったと。やべえ、これじゃ生活立ち行かねえじゃんと思って、電話かけまくって、ようやくですね、 一つだけジャズクラブを加工したと、そういう再スタートを切ったんですね、ゲッツね。だけど俺だってやる、や,やるときはやるぜってことで、それで意欲作として焦点を出したんですけどもね。 オーネット・コールマンがあんなの出してそれでマイルスがあんなことをやってるんだって俺もこんなことをやったるぜという意欲作だったんですよねそこでひらめいたのがアレンジャーだったんでしょうね昔ベニー・グッドマン楽団で知り合ったエディ・ソーターで彼のアレンジのことは結構ねスタンゲッツ気に入っていたみたいなんですよねだからあの依頼しましたとでその時のエディ・ソーターっていうのはあのラジオ番組とかテレビ番組の音楽をやって あの生活していいたたみたいなんですね作ったりアレンジしたりとかしてでゲッツは言いましたと「そんなことやってる場合か!」みたいなことを言ってね <laughs> まあそう言ってあの意欲作をあの「君のオリジナルを作ってくれ!」って頼んで,で作ってもらったのがこの『商店に収められている曲なんですねでエディ・ソーターは7つの違った童話を書いたつもりだという感じで で、なんかインタビューで答えていましたけれども、でそれを聞いてですね、ゲッツはかなり気に入ったそうです。これぞ俺が長年乗り求めていた乗り物なんだ、ビークルなんだってことを言って、すごい飲み物ができたぞってで、その乗り物に合わせて俺はただひたすら拭くだけだっていうね、感じでアドリブをした迫真の作品が焦点なんですけれども、だけどね、 あの不幸が訪れちゃうんですよねお母さんが亡くなっちゃったんですよだからこの『商点』のレコーディングちゃんとあのビオラとか、ね、弦楽器の人たちとかロイ・ヘインズとかを手配してスタジオ2日間押さえていたんですけど録音予定の日2日あったんですけどそのうちの1日は葬儀で参加できなかったんですよねだからオケだけ録音したわけですよでそのオケに合わせてもう1日目の録音の日はスタン・ゲッツは イヤホンを聴きながらあの前のレコーディングの日にレコーディングされた音源をイヤホンを聴きながらテナーサックスを吹いたそうですだからとても吹きにくかったみたいですね自分のテナーの音があまり聞こえない状態でオ、OK、ケを聴きながらアドリブを取ったとでしかも生じゃないんでねすでにカラオケができていた状態に合わせて吹くのでちょっとやりにくかったみたいですねあのアイコンタクトとかできないわけですからそれで でもまさにねあのこれナンバーさんのおっしゃる通りでビッグバンドをやっていただけあってねあの譜面も読める,読めるしアドリブもできる人ならではなんですよね素晴らしいアドリブを吹いてるんですよで譜面を読めるっていうことの強さっていうのはエディ・ソーターは自分が作った曲のアレンジつまりチェロパートとかね弦楽器パートとかの譜面を B フラットに移調してねあのゲッツが読めるように。 ゲッツ用のテナーサックスの音域に胃調した譜面を渡してゲッツはそれを見ながら今どこ何が起きているのか何が吹かれているのかっていうねあの、まあ、地図みたいなもんですよねで譜面を見ながらあこういうことが起きているとでそこで俺はこうアプローチするっていうね譜面読める人の強みで自分の立ち位置そしてバックのサウンドで起こっていることを譜面で瞬時に察知しながらそれに合った最適なアドリブを取った。 とということなんですよねだから本当にねあのどっちもいけますせーの人の強みなんですよ譜面とアドリブでしかもゲッツってアドリブねアドリブ力はもうジャズ界随一の人じゃないですかだからイヤホンで吹きにくかったのかもしれませんけれどもやっぱりすごい迫真のアドリブなんですよね聞いていて。 やっぱ特にねアイムレートアイムレートなんか凄まじいですもんねかっこいいですよねでしかもあのコードチェンジというよりはどちらかというとあのさすがねエディ・ソーター3ン・ゲッツがちゃんとアドリブができるように余白を設けたような編曲をしているのでそこでもう思う存分ですねどちらかというとゲッツが持っているそのエモーショナルを優先とさせるようにアドリブができるような余白を設けたあのアレンジにしているわけですよねそれであのスタン・ゲッツもやっぱり ヨーロッパ在住時代にオーネット・コールマンが衝撃のデビューをして、で、オーネット・コールマンの手法っていうのは、一つのモチーフに対して、まあ、コードに乗ってアドリブを取っていくのではなくて、何かのモチーフをもう大胆にどん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 発展していくというね、どちらかというとエモーショナル優先なアドリブ、それが当時ジャズ界にはすごく衝撃を与えていたわけですよね。あくまで伴奏の響きに合わせて、最適な音を合わせて、それで、 素晴らしいアドリブをメ,ドリメロディーラインを組み立てていくという手法に飽き飽きしていたわけですよねしつつあったわけですよシーンがねその中にあの満を持してというほどでもないんですけれどもオーネット・コールマンが全く別な考え方アプローチで。 グワッと出てきたのでしかもほらテキサス出身だったかなおうとこのしかもやっぱりあのブルースを根っこに持つ人なのでやっぱり荒々しい情感っていうのを前に押し出すのがとても得意だったわけですよねだからあの小綺麗にコード進行に乗っかってあの綺麗なメロディーラインを紡ぎ出すのとは真逆の発想で自分が作った曲 にに対してででさらそのの自分が作った一筆書きのようなですねあんまり気象点結とかあんまりないようなですねどっちかというともう情動優先のようなオネット・コールマンのある意味ちょっとね幼稚園児の一筆書きのようなメロディーの, <laughs> あのテーマをさらにそれをモチーフにして大胆にどん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 発展してさせていくという手法だから細かいコード進行とかそういうチェンジとかを考える必要なくて頭の中に描かれたクレヨンで描いた大きな円みたいなのを だとするとネットコールマンが作ったけどねでそれをどん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  あの発展させていいくというねだからそれの原動力っていうのはあんまり細かい理論とかじゃなくてそのエモーショナルな部分を優先させていくからあの聞いてる人にも与える衝撃っていうのもすごいわけですね。何が何だかようわからんけどすごいことが起きているらしいみたいなね「キン肉マンのへの突っ張りはいらんですよ」って意味がようわからんけれども何,か何を言ってるかようわからんがす,すごい自信があるらしいみたいな,なんかそういうのよくアニメでね言ってましたけどね。肉 <laughs> マンでね、まあ知らない 人は全然何の話してか分かりませんけれどもまあ要はあのオーネット・コルマンのねアドリブはもう「筋肉マンのヘのつっぱりはいらんですよ」的な何かよう分からんけど凄まじい自信を帯びたアルトサックスのアドリブだったわけですよそれを聞いてやっぱりねヨーロッパで聞いた。 あのスタン・ゲッツはすげーと思ったんでしょうねだから割とそれに近いアプローチをしたと思うんですだからあのアイムレートアイムレートのその切れ味鋭いですね迫真のアドリブっていうのはかなりあれはねあのオーネットの影響を受けているというかええ影響を受けているというかオーネットよお前なんかまだまだだぜっていうような、あのー、意気込みが多分あったような気があ,あったんじゃないかななんて個人的には思ってますけどねだからあのすごい。 キレのあるるるアドリブを吹いてるような気がするんですよねでしかも生じゃなくてケ、OK、に合わせてですからねまあケ、OK、の良さとしてやり直しも効くという良さもあるのかもしれませんけれどもね何テイク取ったのかとかそういう記録はちょっと今のところ私知らないので分かんないんですけれども、まあ、いずれにしてもゲッツにとっては吹きにくい環境だったのかもしれませんけれども極上の,あのテナーサウンドを楽しむことができるんじゃないかなと思っておりますね。で あのこれねスティーブ・キューンが参加していないんですよねあの当時のゲッツのバンドのピアニストはスティーブ・キューンでしたで哲夫南波さんもねせめてピアノが入っていればよかったのにとねお書きになられていますけどピアノ入ってたらまた違うサウンドになってたでしょうね、まあ、ある意味ピアノが抜けているからこそ結構スピード感があって、まあ、エリック・ドルフィーの「アウト・ゼア」なんかもピアノが抜けてるからこそのまか、あ、不思議なサウンド空間が形成されているように ピピアノががななないいかからこそこそういうあのスピードド感があっって不思議なサウンド空間になったのかもしし、れませんし逆にピアノが入るともう少しミステリアス感が強調されたのかもしれませんし逆に安定感特にスローバラードなんかだと安定感が増してもっと叙々的になったのかもしれませんけれどもねなんて想像たくましくするしかありませんけど実はスティーブ・キューンも参加する予定だったみたいですね。 あのエディ・ソータから譜面渡されてピアノの練習してたらしいんですよ。でどういういきさつなのか分かりませんけれどもピアノ不参加という形のレコーディングになってしまったみたいですね。 でまあ、あとは、そのサウンドの感触、まあ当時は斬新だったのかもしれませんけれども、やっぱりね、もう何十年も前の録音なの、今の耳で聞くと、古臭く聞こえてしまうのは否めないかなと思います。えー、ナン南ーさんのね、えー、やけに古臭くて B 級映画のバックで流れていそうなとお書きになられてますけど、まあ確かにそう感じられるかもしれませんが、私は逆に新鮮ですけどもね、なんか、 昔の70年代ぐらいの映画とか60年代とかわかんないけどサスペンス映画とかねアメリカのねあの午後のロードショーとかで時々やっているような昔の名画に流れていそうなちょっとスリルあるシーンとかに流れるような緊迫感ある音楽に聞こえてそれはそれで私かっこいいと思うんですけどねと同じようなことを書かれているコメントを紹介しますね長井勉さんからのコメントなんですけれども読みます1961フォーカスを聞きました長井です ゲッツの印象はどちらかというと大衆演芸的なサックス奏者だと思ったんですが、このアルバムは全然違いますね。びっくりマーク5つ。ジャズの枠を超えていて、いい意味でミステリーサスペンス映画にぴったりなサウンドだと感じました。と、長井さんもそうお感じになられている通り、<laughs> ヒッチコックとかの映画ありそうな気がするけどね。また別な意味で私、私、アウト・トゥ・ランチ、エリック・ドルフィンのね、アウト・トゥ・トゥ・ランチもそういうミステリーサスペンス映画にすごい合いそうな。 あのサウンドだと感じているんですけれども、まあ、それとはまた違った意味でやっぱりこれもフォーカスのね特にアイムレートアイムレートなんかだとミステリーサスペンス映画にぴったりなサウンドだと感じるのは永井さんと同じでございますということで、えー、永井さんどうもありがとうございました、えー、もう1名紹介しますねたけし0506さんからのコメント紹介します商店の中では ロイ・ヘインズのドラムがさえにさえるアイムレイとアイムレイともいいですがストリングスと美しい融合を見せるハーもういいですねだこういう曲にね、スティーブ・キュントが入っているともっと違う出来になったのかなとな思いますけどねで、この書のストリングスアルバムには鼻も引っ掛けなかった青村正明さんですが名著ジャズレコードブックの中でこのレコードに関してはエディ・ソーターに作編曲を依頼した『焦点』という問題作のあるのを忘れてはならない これはいわゆる第3の流れ、まあ、サードストリームって言われてますけど、今はね、第3の流れ的作品の中では、珍しく抵抗なしに聴き得る成功作であると絶賛していました。お、アムラさんも絶賛していたんですね。あんたの一番好きなゲッツのレコードを極端位で上げるとすれば何かと問われれば、プレスティッジのゲッツカルテットに入っているファッツニューと答えます。ああ、ゲッツカルテットのファッツニュー人気ですよね。あと、まあ、負けず劣らず。 あのザサウンドに入っているディアオールドストックホルムなんかも結構人気ですよねということでたけ、え、し、ー、0506さんのコメント紹介しましたどうもありがとうございますザサウンドの話私しましたけど確かねザサウンドのゲッツのディアオールドストックホルムが好きだという方からのコメントも確かあったんだよなあこれですね 三藤直樹さんのコメントを紹介しますね、えー、っとゲッツ・ジルベートの録音の件のところはちょっと割愛しまして、えー、途中からですが中略ってことで途中から呼びますあくまで私にとってですがスタン・ゲッツのベストアルバムと言いますとザ・サウンドカッコ・メトロノームということになります1951年にスウェーデンの首都ストックホルムでスウェーデンの腕利きミュージシャンたちと組んで録音したものですがスウェーデン民謡「ディア・オールド・ストックホルム」のジャズ版世界初演を含みます おそらくマイルス・デイビスもこのあまりにも魅力的な調べを聞いて、俺もぜひやってみたいと思い、メジャーレーベル遺跡、まあ、あの、プレスティジからコロンビアって書いてありますけどね、まあ、プレスティジからコロンビア遺跡の第一弾アルバム、ラウンドアバウトミッドナイトに入れたのだと思っています。今や堂々たるジャズスタンダードナンバーになっていますね。そうですね。ディア・オールド・ストックホルムはもう、もう大名番というか、大スタンダードナンバーになっていますね。ただおそらくね、マイルス・デイビスはこれ聞いて、 ブルーノートにまず吹き込んでると思います。あのブルーノートのマルセリセビスオールスターズボリューム1で、JJ ジョンソンとかのトロンボーンが、ボワーンってもう霧のストッコールの霧なボワーンとした感じ、すごくいいムードで出していますよね。で、ゆっくりテンポで。 すごく霧にむせぶストックホルムっていう感じで私はこのマイルスの「ディア・オールド・ストックホルム」がとても好きですでその後また再演しているのが「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」あのコロンビア遺跡第1弾のやつでやってるんですけどそっちの「ディア・オールド・ストックホルムは」はマイルスはピリリとね ミュートトランペットで、でテンポも早めで、もう、霧が晴れた快晴のストックホルムって感じでね、<laughs> 全然あの天気が違いますよね。で、私はどっちが好きかというと、まあ、もちろんね、あのー、 ラウンドアバートミッドナイトバージョンのディア・ウドストコールもいきなり入ってくるポール・チェンバースのベースソロとかも大好きなんですけれどもあのパッパンパッパーンってそれでオブリガードつけるねコルトレーンとかあとあのマイルスのトランプ管楽器のアンサンブルとかも好きでまあかなり練り込まれた演奏になっていて完成度が高いという意味ではあのラウンドアバートミッドナイトバージョンも好きなんですけどなんかもう出来すぎな感じでね なんんか完成しすすすぎっていう感じもするんですよねなのでなんかちょっと手探り状態で、うん、ゲッツもやってみたディアオールドを私もナムやってみみんとてするなり的なあのブルーノート版の方が私はどっちかというと好きかなテンポもやっぱりマイルスのオープンラッパの方が私実は好きなんですねだからピリリと引き締まったあのハーマンミュートのバージョンもいいんですけど もう少し重くしたたるようなオープンラッパのブルーノート版のディア r ールドス t o c k も私は捨てがたいなと思っております。ちょうどもうジャンキー真っ盛り時代のマイルスの演奏なんですね。だからすごくたどたどしいとこもあったりとかね。でもねあの 確か後半のところでユーモレスクとか吹いたりするんですねパーヤ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 の部分ぐらいまでマイルス吹いたりとかしてでそこら辺もちょっといい,あのい,いなぁなんて思いますけれどもねだから まあもちろんねゲッツの「ディア・オールド・ストックホルムも」ものすごくいいんですけれども、まあ、それと同じぐらい私はたどたどしくて完成度はいまいちかもしれませんけれどもブルーノート版のマイルスの「ディア・オールド・ストックホルム」を捨てがたいなぁとは思います。 たどたどしいぐらいの演奏の方がこの曲は様になるのかなあのほらバド・パウエル・イン・パリのディア・オールド・ストックホルムも結構名演として称賛されてるじゃないですかちょっとねバックのドラマスタガラッタスッタガラッタって祭り太鼓みたいななんとかカンサス・フィールドのドラムがスタ,タタタタタタって元気良すぎなんですけれどもそのドラムを脳内イ,イコライザーで除外してバド・パウエルのピアノだけ聴いてみるとやっぱりしみじみしますよね、まあ、時々そうに、ね なっっちゃったりとか、ね、タンタタタタンタララッタララッタララッたンっ、ね、なんか急に跳ねて元気になっちゃったりするとことかで、ね、<laughs> なんか、うん、でもなんか胸打つピアノですよねなんででまあジェスチャー期というかね前世紀のバド・パウエルのピアノに比べるとやっぱりひらめきの部分には欠けてるところがあるのはもう否めないんですけども逆になんかあの こちらの胸を打つ表現力みたいなのは増してる気もするんですよねだからそういうちょっとたどたどしいところもあるぜ的な演奏の方がまあ、多くのリスナーの胸を打つのかもしれませんね なので、まあ、ゲッツの場合はもう完璧でたどたどしさはないんですけれども、ちょっと、おいら寂しいよというような感じがものすごく伝わってくるので、本当にそう思ってたかどうかわかりませんけれども、そういう情感がとても伝わってきますよね、ゲッツのメトロノームの演奏はね。まあそういうことで、まあ、ディア・オールド・ストコルムも素晴らしいと。だけど、アイム・レイト、アイム・レイトのようなね、あの、キレッキレのテナー、サウンドも。 アドリブも素晴らしいと、まあ。ゲッツはバラードも素晴らしいし、あとアップテンポなんかも素晴らしいというね。う本当に万能テナーサックス吹きですよね。テナースタン・ゲッツはね。人格的にはあまり良いことを言われてなかったみたいですけれども、でもやっぱりすごいテナーマンであることには変わりはないですよね。ということで、えー、今回はですね。 あの、スタンゲッツの先日アップした動画、あの、焦点を紹介した動画を、にいただいたコメント中心に、えー、紹介させていただきました。ということで、最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。